長祖壁元地下と、橋場秀吉の命により派遣された、戦国秀久良との戦いである。四国統一に向け合わ、さぬきへと兵を繰り出していた元親は、両国の一大勢力であった三好氏を駆逐し、天正8年までに両国を、ほぼ制圧した。一方、中国攻略を進めていた、織田信長は、 元親の対等を良しとせずとさ、あは二国の所領安堵を条件に侵入するよう、元親に迫るが、四国統一を悲願とする。元親はこれを拒否し、これまで良好な関係を築いてきた信長と敵対する道を選んだ。信長と元親の敵対に乗じる形で、かつて信長と敵対していた三好一族の合あ有保は、湿地回復を目論み、 信長に接近し、その後ろ盾を得ることに成功。マサヤスラは、天正九年、再びサヌキへと反抗を開始した。天正十年、信長は三男の神戸信孝を総大将に、庭長秀、津田信須らを中心とする四国討伐軍を編成し、境にて、元親討伐の準備を整え始めた。しかし、同年本能寺の変により、 信長が王子すると、信高と長い日では、明智光秀の娘婿である信澄が、明智方へ内通していると、疑いの打浄にて信澄を打ち取るなど、討伐軍内部に混乱が生じたため四国討伐は、立ち消えとなってしまった。本能寺の変が起こると、三吉安永は、近畿へ逃避し、三好側の反抗勢力は勢いを失ってしまった。 元親はこれを機に、阿波、佐抜の反抗勢力の一層を図り両国の完全に掌握を目指した。中富川の戦いにいて、有保を破り、さらに8月には、西河州の助力も得て、有保の立てこもるかつ水城を攻め落とすことに成功。阿波に泊まることができなくなった、有保は、佐抜虎丸城へと遁走し、秀吉に救援を求めた。 天正十一年、中央では、秀吉と柴田勝家による主導権争いが日増しに激化し静ヶ岳の戦いが起ころうとしていた。そのため、有保の要請に対して多くの軍勢を削くことはできずにいた。秀吉の命を受けた、戦国秀久は、小西行長、森黒左衛門等と2000の軍勢を率い高松雷優の守る清河城や群れ城等、 諸城の攻略に向かうもこれらを落とせず、一旦小戸島へと撤退する。同年4月に秀久と黒左衛門は再度佐抜へ進行し、海上からすぐに着岸できる引田城に入城した。その頃、淡白寺で兵を整えた元親は2万の軍勢を率いて佐抜へ進行。寒川軍伝免山に陣を敷き、虎丸白攻めを開始する。 同月21日、秀久は、長我壁軍の香川貞影率いる佐抜勢を呼び、大西頼兼金率いる阿波勢の、計五千が引田に向け進軍中であるとの法を受け、奇襲をかけるため手勢を三つの隊に分け千石影湯、千石角右衛門、森健大らをそれぞれ章とし、伊りの山霊に伏兵を置いた。秀久の読みは的中し、伊りの源に差し掛かった。 アサンゼイに対し鉄砲を浴びせ、奇襲を受けた、アサンゼイは一時退却をせざるを得なくなった。秀久本隊も追撃をかけ優勢に戦いを進めていたかに見えたが、数に勝る、アサンゼイはすぐさま隊を立て直し次第に戦を優位に進めるようになった。アサンゼイが開戦しているとの報を受けた元親は、配下の桑名近光中島重勝平らを救援に向かわせた。 土佐勢の増援が駆けつけたことで、長祖壁勢が戦国勢を完全に圧倒するようになり、完全に体を乱した。戦国勢は、多くの将兵を失いながら、引田城への退却を余儀なくされた。この戦いで、戦国影湯は、前田平兵に撃たれ、殿をしていた、森県兵は、稲吉新造人に撃たれてしまう。 また、混乱の最中に秀久は上りを取られる失態を見せたという逸話もある。一方の長我壁勢は、中島重勝、桑名東十郎等が討ち死にした。長我壁勢はそのまま引田へ進撃、不人した。翌日、秀久のこもる引田城を取り囲み総攻撃をかけたが、すでに戦意を失った。戦国勢は抵抗らしい抵抗をできずにしろ、逃げ出さざるを得なかった。 秀久は敗戦後淡路に逃げ帰り、淡路と小豆島の守りを固め瀬戸内の政界権維持に努めた。一方の元親は、天正12年6月までに、有保の居城である東郷城や虎丸城も制圧し、勝ち目のなくなった。有保は、大阪の秀吉を頼って、佐抜きを脱出するほかなくなった。ありがとうございます。